チャンダルビンはアメリカルイジアナ州ラファイエット出身の女子プロテニス選手。1996年の全豪オープン女子ダブルス優勝者である。黒人選手でジェニファー・カプリアティやリンゼイ・ダベンポートと同じ年にあたる。自己最高ランキングはシングルス6位、ダブルス9位。身長168センチメートル、体重58キログラムと小柄な体格だが、 軽やかなフットワークを持ち味とする。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。WTA ツアーでシングルス7勝、ダブルス10勝を挙げた。1991年8月に15歳でプロ入り。1995年の全仏オープンでベスト8に進出した時、4回戦で日本の杉山愛を6から2、1から6、6から2で破ったが、準々決勝で、 アランチャ・サンチェス・ビカリオに3から6、1から6で敗れた。この年、19歳のルビンは、WTA アワードの最も進歩した選手賞に選出された。1996年の全豪オープンでルビンは4、大大会の自己最高成績を挙げ、モニカ・セレッシュとの準決勝まで進出した。この大会でルビンは、驚異的な粘り強さを披露し、 アランチャ・サンチェス・ビカリオとの準々決勝では6から4、2から6、16から14でセリ勝ち、準決勝では、死傷事件から復帰したばかりのセレシュに7から6、1から6、5から7のスコアで赤敗した。サンチェス・ビカリオとの準々決勝は、試合時間3時間33分で、当時の全豪オープン女子シングルス史上最長、試合であった。ルビンとサンチェスは、 この大会で女子ダブルスのコンビを組み、決勝でリンゼー・ダベンポートメアリー・ジョー・フェルナンデス組を7から5、2から6、6から4で破って優勝した。ところがテニス経歴が軌道に乗ったばかりの時にルビンは右手首を骨折し、同年の6月から11月まで試合欠場を余儀なくされた。右手首の故障から復帰した後、しばらくは 平迷期が続いたが、2000年の全仏オープンで5年ぶり2度目の準々決勝進出を果たした。それから、2002年全仏オープンから2003年、全豪オープンまで4大会連続の4回戦に進出し、2003年全仏オープンで3年ぶり3度目のベスト8に入る。2003年はツアーで2度の優勝と3度の準優勝を挙げ、 上位選手の欠場により女子年間最終戦 WTA ツアー選手権にも繰り上がりで出場し年間最終ランキング9位につけるなどキャリア最高の年を送ったしかし2004年から慢性的な左膝の故障に悩まされ2005年度はほとんど試合に出場できなかった2006年の全米オープンには主催者推薦で出場したが1回戦で 第9シードのニコル・バイディソバに敗れている。シングルスでは2006年10月のカナダ・ケベックシティ大会を最後に出場が途絶え、1年後の2007年10月にサンフランシスコで行われたツアー株のサーキット、大会ダブルス部門において、同じアメリカ人選手のアシュリー・ハークルロードと組んで2回戦に進出したのを最後にツアー出場が途絶えている。ルビンは更新の育成にも、 積極的に取り組み、2001年から2005年の毎年9月から11月期にわたって、主にジュニア1から2年目の若手が出場する、カイグレードの大会を中心に、自分の名前を冠したアメリカ各地を転戦する ITF ジュニアツアー大会を年4から7大会、主催していた時期があった。これらの大会で優勝したジュニア選手の中から、マリア・シャラポワやアレクサンドラ・ウォズニアクなどの、 トップ選手たちが育ってきた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス。 G コールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。